三沢博文は、日本の指揮者、作曲家。指揮者デビュー当時は、新時代の三沢博文と表記していた。群馬県田野郡新町出身。群馬県立高崎高等学校卒業。国立音楽大学声楽学,学科卒業。声楽を原田茂雄、中村健に、作曲を増田幸三、家政学を島岡譲に指示。在学中より指揮者を志し、 指揮法を山田和夫に学ぶ。1981年届く、ベルリン芸術大学指揮科で、ハンス・マルティン・ラーベンシュタインに支持し、1984年同大学を主席で卒業。同年9月ベルリン・からヤンコンクールに、ファイナリストとして入選。1985年の東京の夏音楽祭で、ブリテン・カーリュー・リバーでオペラ指揮者として、デビューを果たす。 1999年から2003年まで、バイロイト音楽祭で、祝祭合唱団指導スタッフの一員として従事。2011年には、文化庁在外研修院として、ミラノスカラザにおいて、合唱指揮者、ブルーノカゾーニ氏の下で、スカラザ合唱団の音楽作りを研修。2001年から2020年現在まで、新国立劇場合唱団の指揮者を務めており、 受賞歴と受賞理由にある通り、その成果は高く評価されている。日本を代表する合唱指揮者として、新国立劇場合唱団だけでなく、日機会、合唱団、東京オペラシンガズなど、プロ合唱団の指導に定評があり、また卓越した語学力で、シャルル・デュートは、ボルフガング・サバリッシュ、ホルスト・シュタインなど、外来指揮者からの人望も厚い。新国立劇場では、プッチーに。 蝶々夫人、フンパー・ディンク、ヘンゼルとグレーテルなどの公演を指揮。その他ベルリン公共楽団、ダブリン、聖セ,セシリア還元楽団、ブダペストマブ公共楽団、モナコモンテカルロフィルハーモニー還元楽団、東京公共楽団、東京フィルハーモニー公共楽団等を指揮。2005年5月には、東京サントリーホールにおいて、東京公共楽団特別演奏会。 三沢博文のドイツレクイエムを指揮し大成功を収めた。2013年8月、名古屋でワーグナー、パルジファル全曲をアマチュアオーケストラである愛知祝祭還元楽団によって演奏。その功績によって名古屋音楽ペンクラブ賞を受賞。愛知祝祭還元楽団では2016年から1年ごとにワーグナー、ニーベルングの指輪全4部作を上演。 熱烈なワグネリアンとして知られる一方、J.S. バッハにも造形が深く、宗教音楽ではクリストファー・ホグートのアシスタントとして、オリジナル楽器や古学商法、古学アンサンブルの方法論を習得。バッハ、ヨハネ・ジュナン曲、ミサ曲ロタンチョクリスマス・オラトリオや数多くのカンタータなどをアンプで、レパートリーに有する。 2006年東京オーバーロックスコラーズを立ち上げ、21世紀のバッハを目指して多角的な活動を行っている。総合的舞台芸術を目指してミュージカルを作曲。自ら台本、演出も手掛ける。その本拠地として、郷里である群馬県高崎市新町において新町歌劇団を30年以上率いている。2017年7月ミュージカル。 三沢自身の台本、作曲、鬼、コロ、第8回目の公演が、群馬公共楽団を指揮して、高崎市の群馬音楽センターで行われ、2020年7月26日には、2019年9月20日に、オープンした高崎芸術劇場での、第9回目公演が予定されていた。COVID-19 のため、第9回公演は2021年に延期されている。 愛知県立芸術大学、京都教育大学、東京芸術大学非常勤講師、名古屋芸術大学客員教授、滋賀県立芸術劇場美和子、ホール声楽アンサンブル専任指揮者、浜松バッハ研究会常任指揮者、季第9の会式者を歴任。2019年7月12日現在、新国立劇場合唱団主席指揮者、 愛知祝祭管弦楽団音楽監督、東京バロックスコラーズ音楽監督、京都ベルディ協会理事、新町歌劇団音楽監督。アカデミカコール常任指揮者、名古屋モーツァルト200合唱団常任指揮者。ABCD、第3回ジャスラック音楽文化賞。ジャスラック、2020年4月6日閲覧。ABCD、三沢博文。国立音楽大学。 2020年4月7日閲覧。ABCDEFGHI。プロフィール2019年7月12日現在。三沢博文。2020年4月6日閲覧。オペラ座のお仕事世界最高の舞台を作る。Amazon。2020年4月7日閲覧。指導人のプロファイル。式季第9の回。2020年4月7日閲覧。AB。 合唱団員募集のお知らせ。新町歌劇団。2020年4月7日閲覧。AB、三沢博文ミュージカル鬼ろ、愛を取り戻せ。高崎芸術劇場鬼ろ合唱団新町歌劇団。鬼ろ合唱団。2020年11月21日閲覧。アカデミカコールの紹介。アカデミカコール。2020年4月7日閲覧。 モーツァルト200合唱団ホーム。mozert200chor.web.fc2.com、e e。2020年11月21日閲覧。ab ワーグナー舞台新生祝祭劇パルジファル全三幕。愛知祝祭還元楽団。2020年4月6日閲覧。過去の受賞作。ミュージックペンクラブジャパン。2020年4月6日閲覧。 2018年度第31回ミュージックペンクラブ音楽賞決定2020年4月6日閲覧 AB ダンと指導人を紹介東京バロックスコラーズ2020年4月7日閲覧音楽と祈り一般財団法人マサオ会館2020年4月7日閲覧ありがとうございます